どうも皆さんこんにちは、こうすけです。ベルト降臨やってまいりましたね。行きましょう。パーティーは昨日裏レッカイね、裏レッカイやってたパーティーそのまま行きます。ちょっとここ変えてるけどね、なんだっけ、アスナのところは正月リーチャン変えてるんだけど、こんな感じでまあいけんじゃねえかっていう予測のもとね、多分ここまでパーティーのなんだろう構成、なるほど、ルーレットゲーね、落ち込んなしだもんね、落ち込んなしのルーレット、初手ルーレット、ほうほうほう、ちょっとこんなもんで、じゃあ一旦まず様子見で、ちょっと硬いね、ちょっと硬いね。まあ、光消してないから、なんとも言えないけど。火だめは、はいはい。まあいいでしょう。まあワンフロアなんでね。あともう一個言えんのが、ちょっとアルジェ、変身させるまで、どうすっかなって感じ。オッケー。さあ、2フロア。何ですか？ほぉ。お前、北欧ラッシュ以来だぞ、見たの俺。75% 減。ちょっとね、火力がどんなもんかわからんから、ちょっと待ってね、これでちょっと様子見ます。アーテンの副属性にちょっとキラーが刺さるぐらい。よくわからん火力。どうしようか、貯めたいんだけどね、ちょっとは。ちょっとは貯めたいんだけど、そしたらもう一回ちょっと中途半端なパズルして、これでどのぐらい削れますか。10コンボそう出さなければ暴れないから、あーいい火力出んな。あ、光消せば余裕か。ここちょっと待って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 、危ない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 、かけ違いかけ違い、はい、よし、オッケー。さて、ここもいってるんで、余裕。まあ、いい感じに、3ターン使えたんで。ドッド、ペルセウスが、根性の8コンボ。まあ、余裕ですね、ミッキー&フレンズにかかれば。まあ、これでいいですかね。はい。はい、10コンボ。ででまあ、ここまで余裕だな。さあ、ボス前だね。ボス前。ボス前。Who are you? は？う、お、は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 、消せない系女子ね。なるほど。でも消せるんです。そう、ミッキー&フレンズならね。ちょっと待って、なんかちょっと今日パズルが、あー、そうか、これ iPhone11 なんだよ。オッケー、まあ、多分よし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 、そういうの俺望んでた。残り5ターン。やっぱね、ボスがダメージ無効持ってんじゃねえかっていうね、考えのもと来ちゃってか、これ抜いていいかな。もういいか、ボス見たいね。さあ、ボス。早いね。早いね。ちょろいね。ここまでちょろいぞ。ダンジョン簡単すぎ。さあ、50% 根性持ってる。で、黒星無効。はい、ミッキー&フレンズですね。はい、余裕ですね。はい、やった。ツーム、スキル、封印、7×6、組んでみせろ。組んでみせろ。なんで、宿題系なの？なに？エイルとかそっち系？まあ、これまた周回するのだるいんじゃない？やめてくれよー。あ、オッケー。エースさん、たぶん10コンボぐらいすれば、見事って言ってくれるでしょ。見事ないし、素晴らしい。さすが公認プレイヤーって言ってくれるでしょ。自滅してくんねえかな、そっから。ね、まあ、10コンボ目標でいいでしょう。さすがに。それ以上組めば、さすがにね、ガンホーさん大丈夫かって思っちゃうんで、私が。オッケー。はい、ダンダンダンと、
はい、来るんですよ。これ最終ターンかな。はい、最終ターン。なんかあんのかな、何が違うんだろうな。宿題系ってさ、やっぱさ、そのコンボしなかったらしなかったで、なんかしない方がみたいな隙もあるじゃん。エイルみたいに1回を外したいとかさ。さあ、全部10コンボ超えました。見事だ。ダメージ与えられるようになった。では始めよう。 90% 減か、99ターン。覚悟しろ。ルーレットか。ルーレット系おじさんね。お前タイプね、そう、悪魔攻撃なんだよね。まあいいや。タイ 90% 減どのくらい。10コンボしたいな。10コンボ、10コンボにしてもちょっと組みづれえなこれ。はいはい。で、火を落とし挟んで、まあ、ちょっとこれぐらいで3、4、5、8、9、10台の兵士。さあ、10死したぞ。どのぐらい勝って勝って。ちょっとで、主変身させます。硬くねえか、おい。いやー、ちょっと待って、これエリカ使いたい。持ってないんだけどさ、持ってないんだけどエリカ使いたい。あの、あれね、学園エリカね。で、回復消してないけど大丈夫か、これ。あ、余裕です。余裕です。回復半減。回復、まあ、半減ぐらいだったらね、むしろなんでね、ウェルカムですよ。ちょっとこう、回復重視で、行きましょう。はいはい。で、ここから回復斜めで取り出して、あ、OK です。はい。漠然のスラッシュ。てか、これ技名誰が考えてんだ？漠然スラッシュって。回復ちょっと消しづらいけど、消しづらいというか消さなくていいか。無理してね、行くより。なんとなく本能に従って、パズル適当にします。あれ ?10 個も出ない。火消しねえわ。やくそう。火ダメは、まあ、そうでもないのかな。こいつロックとかしてくれねえかな。まあ、してくんねえか、さすがに。はい、キー。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、ちょ、あ、ちょ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 、10コンボに、盤面6コンボが難しいな、これ。毒目覚めか。まあ、落ち込んなしなんで、毒が自己的に消えることはないのはありがたい。けどもけどもですよ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でーす。半分いけ。いかねー。てぇなぁ、マジで。亀梨くんもびっくりだよ、この方さ。これ意味わかんなかったよね。カトゥーンって言いたいだけなんでね。はい、オッケー、はい、じゃあ、バッチャーして待って、これ。左、その右下、光になりやがった。さあ、半分以下。さあ、どうなる？全力でいくぞ。攻撃力が2倍に上昇した。さあ、どうする？あ、バカですね。バカですね。回復力が。なるほど。これ、ミッキフレで火力が足りないな。まあ、ぶっちゃけ。なんか、だって、アテンの書、お、シンカリオンの望みがもうちょっと溜まるぞ。そうなんですよ。ここのやつね、仮面ライダーのベルトじゃなくて、こっちに変えたんだよね。さあ。氷結のフルスイング、あ、いいじゃん。お前なんでそれもっと早くしてくんなかった、そのロックで。エンハンス溜まったんで、良きに計らってエンハンスでぶっ飛ばす。勝ったんじゃねえか。いやいや、ちょっと待って、勝ったんじゃねえかはまださすがに早すぎるんだけど、気が早すぎて。さあ、いいパズルじゃないこれは。なんでロック解除した俺。 OK。おいよ、その氷結のフルスイング毎ターンしてくんねえかな。
とそうだな、そろそろエンハ、いや、もう一回削ろうか。もう一回削って、もう一回削ってからのシンカリオンビームして倒そう。光ワンセット入れて、水持ってきて、これ火も、まあいいや、これで。3、2。これ多分、発狂ラインとかこれでいかないでしょ。よろしい、よろしい。で、できればもうちょっとこう安定したパズルをするためにロックが欲しいもんでして、私め、で、これ四隅とかにこれロック持ってきといて、持ってこれるやつで、ちょっとこう回復消して、はい、こんなんでちょっといかが。で、ロック氷結、氷結、氷結、ガーくそ、氷結してくれよ。右フレで回復しときます。右フレで回復しといて、ルーレットちょっとまだいい感じになってないところは、キー消しながら、これ右下、左下か、左下が回復消しやすいように、この回復のロック持ってきとくか。そのぐらいでいいね、ぶっちゃけ。で、3色決めてちょっと殴るイメージで、めちゃくちゃ安定というか勇気のない立ち回りしちゃってるけど大丈夫大丈夫かな。だからカチャいいんだよな、カチャ。で、もう一回回復だけやっといて、氷結ロック、やっぱ氷結ロックだよ、氷結ロック待ち。きたー、きましたよ奥さん。はい、終わりです。エンハンス打って、エンハンス打って、このロックのドロップのやつは変えたくないから、これ端にこう組んで、はい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 、で、はい、さあ、行ったんじゃなかろうか、行ったんじゃなかろうか。はい、天才、お疲れ様でした。ボス硬すぎんかこれこれさ、完全にマルチでね、グラビティでぶっ倒したくなる硬さなんだけど、完全にこれやだよこれ。もうマルチで適当にこの最初の3ターンの宿題は1コンボとかして、まあ、なんかやばい攻撃食らわないかな、そんなことしたら。敵の AI ちょっとね、まだわかんないんで何とも言えないんですけど、これラスト絶対グラビティやん、ニムエと同じやん。2名もね、だってあれマルチでグラビティでぶっ倒すがマジで楽だったんで、俺2体目のスキルマ作るときも俺サバカついに出しちゃったもんね、前回。これはちょっとどうすっぺか、ソロだとこれ、ねえ、やばいと思うので、まぁ、ちょっとキャラのステータス見ようね。はい、ベルトですね。スキル、レイジングヒート、覚醒無効状態を全回復、8ターン内でヒート水、ヒート水ドロップがロック状態で落ちてくるっていうね。これね、進化素材が、うわ、これマンティ、シュテンドージ、ゼローグ、ヘパドラに、ヴァンパイアデューク。これなんでヴァンパイアデュークの奇跡が必要になってくるのかちょっとわかんないんだけどさ。はい。これね、スキルめちゃくちゃ優秀じゃないですか。なんでお前武器になんねえのって昨日3分ぐらい思いましたね。武器だったらめちゃくちゃ優秀なんだけどね。で、リーダースキルは、まあ、火の分割系ね。まあ、15倍出て、まあ、HP を2倍あって、結構優秀なんだけど、結構優秀なんだけど、なんか結局使わんくねえかこれってなりそうな。リーダースキルですね。まあ、最近っぽいね。追い打ちもね、持ってて。まあ、降臨にしては、めちゃくちゃ優秀ではあるんですけど、降臨にしてはなんですよね。ただ、スキルはいいよ。マジで。これ、スキルはいい。なんで武器になんねえの、お前。本当に。はい、というような、なんで武器になんねえの、ベルト君。というようなキャラクターなんですけれども、まあね、スキル上げぼちぼちやってですね、まあ2体ぐらい作りたいなと、2体作る必要は全くない。1体でいいですね。はい。1体でいいんで作っとくといいかなと思います。ってことで最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。バイバイ。